優子はもういない、もうどこにも。自分の口で自分の言葉で話した過去は今でもやっぱりひどく濁っていて、何度も吐きそうになった。でも私は帰らなきゃいけない。全てが始まったあの場所に。今なら大丈夫、そう思える。だって吉田さんが一緒にいてくれるから。髭を剃る、そして女子高生を拾う第11話、覚悟。